それではジノー GI をセッティングしてみましょう。まずキーボードスタンドに乗せて電源ケーブルを接続します。炭酸乾電池8本でも動作します。それではアウトプット端子をアンプ内蔵スピーカーに接続してみましょう。スピーカーから音を出さずに練習したい場合はヘッドホンを使用するのが良いでしょう。 BP10 などのダンパーペダルの使用がおすすめです。これで演奏の準備が整いました。マスターボリュームで音量を調整して鍵盤を演奏してみましょう。